こんにちは。今日はルームツアーやります。OK です。ありがとうございます。今日タナさんのお家にお邪魔させてもらうということで、ちゃんと感染予防、気を配れば。わかりました。でもやっぱのどかでいいっすね。本当に。用水路がもう。あ、金沢町移される方がいいと思って。まあそうですね。金沢もバストダウン。はい、って感じでやるんで、はい、じゃあお願いします。はい。うん、似合ってますよ。行きましょう。失礼します。すごい。めちゃくちゃ、俺地区なん。新地区。2、3年やれたの。地区朝で。案内してください、こだわりを。じゃあまずはこれのこだわり教えてください。これのこだわり。これはまあ一番安い。一番安いというこだわり。キッチン。おお、広い、めっちゃ広いですね。あ、なんですかこれ、なんですか。さすがなんか。ちょうど実家の梅をね、取ってきたんで。ご実家の梅を。マジで。あ、ですか。うわー、すごい。あ、すみません、こういうの一時感動しちゃうんで、僕。これなんですか、これ。それは、人参につけてるんですけど。栽培してるんですか。栽培してます。でも、なんか、こう、薬味とかにいいんですよ。あ、見た、彩りにもなるし。あ、そういうことですね。葉っぱを使えるっていう。アイリスオーヤマとかの安いやつを。もともとなんも塗装とかなかったんですけど。100均のニスで。塗ったら、こんな感じになりました。これは食べるやつですか？食べるやつです。見てるようじゃない。プラスチックじゃないですか。ちゃんと食べるやつ。これすごい。これは何ですか？彼女がそのお菓子作るのが好きで。そうなんですよ。お上手。持って帰ってもらおうと思って。本当ですか？ありがとうございます。嬉しいだと思ってました。嬉しい。どうですか？あ、どうぞどうぞ。すみません、失礼します。おしゃれだな。一応仕切りがあるんで、ここも部屋シェアハウス。おしゃれだな。絵になるな。あ、もちろん絶対これ映さないでくださいっていうのあったら言ってください。これは彼女さんのセンスなんですか。結構一緒に見て相談というか、まあこれかなあれかなみたいな。あ、そうなんですね。タナさんの前のお家の背景も一応僕見てはいたんですけど、こんなおしゃれじゃなかったですよね。そうですね。もうそうシンプルな感じで。この椅子リサイクルショップ、なんか古い家具を置いてるお店があって、そこでなんか最初はもっとモダンな感じを部屋をイメージしてたんですけど、家具とかもなんかこう。リサイクルショップとか行って見たらなんかこういうちょっとレトロな感じがいいかなと思って。味がありますもんね。確かに。じゃあそれもこれはメルカリで中古っていうか、なんかその古い家具をリメイクっていうか作り直して売ってる人がいて、その人から買ったんですね。はい。へえ。じゃあこれは普通に楽天で。あ、うまいですね、組み合わせが。なんか僕とかも一気に買って揃えた方が楽だかなって思っちゃってたんですけど、家具買う時とか揉めたりしないですか？私はこっちの方がいいとか。なんか一緒に悩む感じです。あっち、こっちかな、あっちかなとか、なんか色とか。ああ、なるほどなるほど。どうですか今ののろけ話聞いて。一緒に悩んでるらしいですよ。喧嘩しないっていう。ちょっとよくわかんないです。じゃあちょっと早速タナさんの仕事環境をちょっと見せてもらいたいんですけど、ものすごいシンプルですね。またそうですね。はい、ここです。じゃじゃん。なんか趣味と仕事が一緒になってるって感じで楽しそうですね、ここ。うわー。あれ、椅子は今ちょっとあっちに。これ、ああ、なるほど。これで普通にで、なんかおしゃれですね、これ。置いてやってるって感じです。あ、そうなんですね、はい、これか。ここで何の仕事してるんですか？動画編集やってます。動画編集ですか。MacBook Pro の16インチですね。16インチ。はい。お値段は？お値段が25万、6万ぐらい。でその編集する時ってどういうワークフローっていうか。そのどういう流れでその編集なんですか。例えば誰かから依頼が来るんですか。依頼、そうですね、私は基本的にはツイッターでやり取りしている方が多いので、ツイッターから連絡をして、まあ、そこでデータを送ってもらって、それをパソコンに落としてやっていくって感じですね。いいね。細かこれ確かにこう見たらあれですね。確かにテレビ局の番編集じゃないですか。いや、なんか燃えませんこれみたいなタイムライン。燃えますね。燃えますよね。これどれぐらいで編集するんですか。この動画は5、6時間かな。でも6時間ちょいぐらいだと思います。6時間ちょいですか。はい、はい、他に例えば紙を置いたりとか。あ、紙は一応その使う時は、こういうやつとかに一応書いておいて、今日やることとか最初に書いて、今からちょっと書いてるんであれですけど基本的にはこれが外付けのハードディスク、はい、まあ、あとはなんだろう、バッテリーとか、ライトとか入ってるんですけど、こっちはそのハブですね。MacBook が USB-C しか付いてないんで、普通の Type-A とか使えるやつです。これ作ったんですか。なんか色違いますけど。あ、そうですね、もともとこれが下にあるのが机なんですけど、ちょっとこれ今足も切って短くなってるんですけど、もともとこれがこれぐらい高さあって、色も普通のさっきの棚みたいに木の色だったんですよ。無印の折りたたみの机なんですけど、折りたためるんですよこれ。へえ。なんですけど、ちょっと最初もっと机の上ごちゃごちゃしてたんですよ。こういうなんだろう、アロマとか筆箱とか全部出てたんですけど、それがちょっと気になって、ちょっと DIY というか、上に棚っていうか、スタンドみたいなちょっと台作って、台の下に隠そうっていうので作りましたね。ちなみに1日どれぐらいその仕事してるんですか、ここで。日にもよりますけど、平均して6時間とか8時間ぐらい。疲れないですか、この椅子。今のところそんな困ってないですね、意外と。あ、そうなんですか。はい、なんかいろいろ椅子ってこうこだわり始めたら、多分めちゃくちゃオフィスチェアとかだったらあると思うんですけど、なんか意外とまだ困ってないんでもう困ったら使おうかなみたいな。あ、なるほどですね。絶対これにこだわりじゃなくて、はい、まあ確かにこうオフィスチェアとかよりかは、なんだろう、実用性というか機能性はあれですけど、なんか見た目的にこうテンションも上がるので、使ってますね。家で作業する時って、はい、なんかそのこだわりの環境づくりみたいな、はい、結構やってる人多いじゃないですか。多いですね。なんか例えばこれ上げたりとか、グッて上げたりとか、あとなんだろう、キーボード変えたりとか、そういう工夫はなんかあります？一応工夫としては、今スタンドに置いてるんですけど、下に置いてるのがこう、パソコンケースとしても使えるやつで、そうです。こう普通の状態がこれなんですけど、で家とか作業するときは、こう組み立てるとこう台になって、それちょっと高さがついて、そうモニターも近くなるんで打ちやすいっていうのはあります。面白い。パソコンとこうネットがつながれば、なんだろう、どこでもすぐ仕事ができる状態に慣れておきたいっていうか。あ、なるほど。逆になんかいろいろつけちゃうと、そこでしかやんなくなりますもんね。家だとキーボード使って、外だとノートパソコンのキーボードとかだと、多分なんだろう、感覚とかも違うじゃないですか。確かに。でもこう外にこうキーボードとかマウスを持ち出すのって面倒くさいんで確かに、なるべくパソコン1台だけでどこでもできるように、それが環境、っていうので、あえてこう今は買わないようにはしてますね。なるほど、はい、確かにそれめっちゃ大事ですね。はい、じゃあこれずっとやってるわけじゃないですか。はい、玉さんなりのこうリフレッシュ方法ってありますか。リフレッシュ方法、最近コーヒーにハマってて。コーヒーはい、コーヒーです。豆ひいたりとかはしてないですけど。すみません、なんかあそこにいさせて。すみません。あ、いえいえ、ありがとうございます。どうですか。ドリップしたりとか。はい、これがなんかマキネッタっていうんですけど、なんかエスプレッソの簡易版みたいな濃いコーヒーが作れるやつ。あ、へえ。こう香りとカフェインではい、いいですね。ギター気になりますね。リフレッシュになるね。はい、ギターもリフレッシュにしてますね。へえ。なんか弾ける。うん。なんかお願いします。一曲お願いします。なんかいいっすね。のんびりやった。のんびりやったですね。はい。まあでもこうやってタマさんと話してるとやっぱ物腰柔らかいじゃないですか。そうですね。35歳ぐらい。本当、あ、確かに年齢言うの忘れた。おいくつでしたっけ？今21ですね。35にしか見えないですよね。一応タマさんのこうスペースじゃないですか。はい。彼女さんのスペース的な。確かに。くつろいスペース。確かに。どこなんですか？彼女さん専用の。ここかそこかみたいな。ああ、なるほど。なんか作ってるか、はい、座ってるか。だからキッチンが、そうです。キッチンがカネさんの、はい、もう入れさせないよって。私の城よって。出てきて。私が仕事に出て、帰ってきてからの時間が一緒の時間なので。ああ。その間も結構編集とかしてることが多いので、でもお互い好きなことを自由にしてる時間が長い。だいたいご飯食べる時間とかが一緒で、それ以外は結構好きなことしてるっていう。休みの日とかも、なんだろう、お互いに好きなことやってます。彼女がこう、まあ出かけたい時は彼女が出かけて、その間家にいて編集とか、まあ趣味とかやったりして。で帰ってご飯の時は一緒に食べてみたいな。わかりましたか？あ、わかりました。二人暮らししても自由です。はい、ちゃんと自由なんで。はい。じゃあお風呂行きましょう。はい。行きましょう。そう、洗面所広いのがいいなっていうのはありました。結構その部屋が綺麗でもなんかね、この鏡は珍しかった。そう、だいぶ大きい鏡。おーってなったのはあります。うん。この、うわー広い。え、コンセントの量がすごいですね。確かに1個目のやつとかあるけどね。確かに謎のコンセントの量みたいな。いいっすね。インターネット込みで都市ガスで、で 1LDK、あれ一応 2DK です。2DK、2DK で新築ですよね。だいたいそれこれ感覚で僕もまあ相当物件見てきましたけど。はい、東京だったら15万ぐらいは、うん、しますね。じゃあここはおいくらですか？7、8万ですね。7、8万、まあ7万円台って感じですか？まあそれぐらいちょうどいいぐらいだ。うん、自分たちのちょっとこう求めていることをしっかり満たして7万円なんで、はい、うん、最高です。はい、で自宅に帰ってきましたけども、その動画編集マンのタマさんのルームツアーいかがだったでしょうか。そう、こんな感じで仕事をしてるんだみたいなのがちょっとでもね、伝わってくれたら嬉しいですし、やっぱ印象に残ったのがそのパソコン1台だけで身軽に仕事をしていきたいっていう、なんかそれを体現しているっていうのがやっぱかっこいいなって思いましたね。動画編集マンとしてちゃんと生計を立てているっていう人の部屋って結構珍しいかなって思いますし、まあ、かつ同棲もしているんで、そのね、どういう風に部屋を作っているのかっていうところもちょっと参考になってくれたんじゃないかなっていうふうに思います。2人暮らしの同棲事情だったりとか、そのコツ意識していることっていうのも一応聞いてきました。でもそれを今回の動画にカチャンってやるともう尺がめちゃくちゃ長くなっちゃうんですね。なので編集して別の動画でアップしたいと思います。そうなので、まあ、気になる方がいたらそちらも楽しみにしてくれたら嬉しいです。ちなみにどうやって動画編集マンとして活動できるようになったのかっていう、まあ、気になる人がいるんで、まあ、ちょっとさらっとシェアしますと、この今僕がやっているショッピーのお仕事カフェっていうところで動画編集のスキルを身につけて、今実際に企業さんから編集をお願いされてやっているっていうことなんですよ。今ショッピーのお仕事カフェでは動画編集のパートっていうのはちょっと一旦お休みにしてるんですけども、まあでも気になる方がいたらぜひショッピーのお仕事カフェっていうところ概要欄リンクありますんで、ぜひチェックしてみてください。あとお伝えしたいのは、そのこんな感じでルームツアーやっていいですよっていう人がいたらぜひ連絡が欲しいんですね。そう、僕もやっぱ今回ルームツアーしてすごく楽しかったので、で、ちょっと他の人の別にミニマリスト関係なくこだわりの家ですっていうふうに思っている人はぜひ僕にルームツアーさせてほしいです。はい、いろんな人の家のこだわりを見たいなと思ってるんで、連絡先も概要欄に載せておくので、ぜひルームツアーやっていいですよとか、ぜひ来てくださいって言ってくれる人はですね、そこから連絡をください。一緒に調整しましょう。はい、お伝えしたいことは以上ですかね。はい、ということで、じゃあ今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。